家でダラダラするつもりだったのになんだよ。ズーム会議ってみんなどんだけ？僕と会いたいんだよ。愛されキャラだからしょうがないけどさ。さあだったらみんなの期待に応えて、ズーム会議でも富澤をおもちゃにしてあげよう。会議なんて退屈だし、みんなも喜ぶはずだよね。あ、富澤をおもちゃにしたい人チャンネル登録して一緒に遊ぼう。さて、どうやって遊ぼうかなえー。それでは会議を始めます。社長もご参加いただきありがとうございます。いいんだよ。我が社の命運をかけたプロジェクトの件だろ。重要な案件だからね。私も真剣に話し合いに参加させてもらうよ。ありがとうございます。社長の前でうまく会議を回して認められれば出世の道が開けるはずだ。ここが正念場だぞ。富沢でも問題があるとしたらこいつだ。野良が 楽しくしてるはずはない。十分に警戒して望まないと富澤係長ぼーっとしてないで進行してください。時間がもったいないです。あ、そうだね。その前にすまんが孫が遊びに来ててね。呼ばれて抜けるかもしれないけど、その時は進めといてよ。わかりました。真剣にって言葉はどこ行ったんだよ。孫と会社の命運、どっちが大事なんだよ。あ言ってる。そばからちょっと抜けるよ。はーい。おじいちゃんですよ。えっとでは進めようと思います。あ、ちょっと待ってください。どうしたの？社長だよー。孫って言ったけどね。実は画面外でいやらしい。動画見てるんだよ。僕ちゅん。もう我慢できないからちょっと抜けるっていうか抜いてくるよ。ぷぷぷぷ最低よし1ポイント。 いやすまなかったねって何笑ってるのあい,いえなんでも外見進めてるんだよねこれからですちゃんとやってくださいよ僕だって暇じゃないんですからこいつそういう手でくるかええでは来季から開始するプロジェクトですが予算計画を作成したのでご覧くださいああそうか書類カバンに入れたままだったからちょっと取ってくるねはいお願いしますみんなは手元にあるよねはーいあ僕もカバンにちょっと待ってくださいいや野良くんはいいからあれーおかしいな100万円分のポイント入れたんだけどいやらしい姿見せてくれないなねえどうやったらこの子脱ぐのエッチなライブチャットじゃないからもぼこちゃんは脱がないからププププ,プお前らえね がセクハラで訴えるからな書類持ってきたよって何笑ってるの申し訳ございません君ねプロジェクトの重要性分かってんの分かってないよね真面目さが足らないよねあい,いえ野良くんが野良くんが何真面目に参加してんじゃないのそうですよ不真面目なのはあなただけですよこいつででは続きを予算計画をご覧くださいあちょっと孫が書類持って行っちゃったダメ落書きしちゃダメでしょ会議が進まんのはお前のせいでもあるぞアホ社長があはは僕アホ社長だよアホでも社長できるって世の中ちょろいよね。あははあ、 キバカじゃないの悪かったね。もう席外さないから。キャトミーー貴様ふざけるのもいい加減にしろ。首になりたいのか。だって、キャ大成功。みんな楽しそうでよかった。ノラ、お前何考えてんだあの後小一時間叱られたんだぞ。お前のせいだからな。怒られたのも出世の道が閉ざされたのも全部お前のせいだ。お疲れ様でした。ズーム会議も悪くないな。次は何して遊ぼうかな。あ、そうだ。もぼこちゃん。何どうせよからのこと考えてるんでしょそんなことないよ。そんなことないけど。はるかの写真ちょうだい。次の会議で使うからさ。みんな喜ぶよ。<laughs> はい、笑って。いいねいいね。いいねやめて。 ほら、視聴者のみんなも喜んでるわよ。ごめんなさい見ないでーノラみたいな人はほんと疲れるわ。いい人いないかな。続きが気になる人は、左の動画をクリックしてね。